おはこんばんにちは。3700K3702 編成です。妹様だぞ。さて、今回は、設備投資計画の発表が延期になってしまって、例年通りの動画は作れなくなったことから、設備投資計画がどうなるかというところから予想していきます。防災金の影響で多くの鉄道会社の売り上げが減少した。特に顕著なのが東海道新幹線で、春休み期間中の臨時便が大幅に削減され、定期列車も利用客が減少している。他の鉄道会社も含め、定期外利用はもちろん、定期利用も減少。かなりの痛手である。ニュース界なんか全然載ってないらしく、乗車率 1% なんてことも、2019年度、投資予定額は393億円だったが、まあ無理でしょう。当然ながら、投資の縮小を余儀なくされる。それで何が削減されるかという話。なぜかみんな新造車両のこと気にするよね。じゃあまず、新造車両については。今年度は予定通りとなるでしょう。そもそも電車って発注から納車までに何ヶ月かかるのかって話。まず、車体作りから機器類の偽装までおよそ6ヶ月かかる。しかし、これは全ての部品が車両工場に到着した後の状態での話。実際は機器類を部品メーカーに発注するところから始まる。部品の納期に4ヶ月以上かかるものもある。各種試験にかかる期間を加えると、発注から営業開始まで、丸1年かかる。つまり、2020年3月に投入計画を変えようとしても、その1年以上先の2021年度分からしか変えることができないのだ。だから、2020年度の新造車両は予定通り。じゃあ何の投資を削減するのか、それは開発事業だ。実は、2019年度の開発事業投資額は201億円と、極めて大きかった。また、2015年を境に開発事業投資額が増加したことがわかる。鉄道事業の投資額も変わっていないわけではないが、増減率は開発事業ほどではない。もう始めちゃったものはどうしようもないが、これから始めるものはキャンセルするとかで抑えられるんじゃないかなと思う。あと、こういうやつを放置プレイに持ち込むことで、鉄道事業費も若干は抑えられるのではないだろうか知らんけど。1700系のうち1703編成1704編成の特別車のみを、新造の2230番台との組み替えが完了している。名鉄は2200系、日本車両は2230系と呼んでいるが、ここでは2230番台と呼ぶことにする。一般車と機器の相性が悪いほか、先頭車が2200系より1メートルくらい長いという問題を抱える1700系。先頭車が長いことで、可動式ホーム柵の設置に少々面倒くさいことが起こる可能性を音主が勝手に指摘している。停止位置目標が無駄に増える。当然ながら、ホーム柵があると停止位置がよりシビアになってくる。そのため、1700系専用の停止位置が必要となる。完全手動なら1200系の停止位置でいいのだが、自動化するとなると手間だし、もっとも、下り列車で車掌が停止位置を確認する際には専用の目印が必要となり複雑化する。6000系の先頭ドア位置が1メートルくらい違うことを除けば、6種類あったのが、SR と1700の犠牲により4種類に絞ることができた。これで可動式ホーム柵導入のハードルが大きく下がったと言える。おそらく多くの方が気になっているであろう。どの車両が置き換え対象なのか、それを考えるためには、各車両の状態を知る必要がある。車齢や、特別整備を受けているかはもちろん、最後にいつ重要部検査を受けたか、これも考慮すべき要素だ。そこで、車齢35年以上の車両6種類がどのような状態かを、簡単に説明する。現在最高齢の6000系初期車。車齢40年以上になるが、20年ほど前に特別整備を受けている。3編成を除く各線区ワンマン対応。6000系中期車で製造から35年で魔改造を受けた2連。全車両が三河専用となっている。何年使い続ける気なのか気になりますね。6000系中期4連。製造からもうすぐ40年というところではあるが未更新のまま本線を爆走中。廃車は2016年に2本発生したが、2018年以降の廃車はなし。1978年から1994年にかけて断続的に製造された。帰れ、1984年製造の6000系後期車。車齢は35年から36年となるがやはり未更新。8編成中3編成がロングシート改造がなされた。2017年にクロスシート車の6051編成が廃車となっている。実は製造から35年経っている6500系。35年間に更新だからという理由でリストイン。一部はロングシートとなったが依然としてあのクロスは5車齢。更新状況、数年間の廃車状況から、6000系中期車が次のターゲットとなる可能性が極めて高い。前回の検査は各編成でこのようになっているが、
査切れの目安はこのようになる。近年は年末以降の運用入りが多かったが、それだと6030編成が少し間に合わないかも。2017年に1編成の廃車が発生している6000蛍光機車についても検査歴を示す。2020年夏に検査切れる2編成がいずれもロングシート車。以上のことを踏まえて、今回の廃車予測はこの通りとさせていただく。正解は1年後。ところで、名鉄の車両って一体どれくらい使えるのか気になる方もまあまあいると思うので調べてみた。機動線を除けば、一番使われたのが800系で、1935年から1996年まで、最大61年間使用されたが、車齢40年程度となる1974年に純整備が施行されている。ほとんど更新工事がなされなかった車両では、3550系が1944年から1988年までの44年間使用された。サンドアによる大枠の歪みがあった上に戦時設計であったにもかかわらず、未更新で44年間も使用されたのはもはや異常。これらはあくまで極端な例であって、純整備をした場合で40から45年、しない場合で35年前後、という場合が多かった。未更新の場合35年程度で廃車とすることが多いことから、1980年製の6000系5次車のうち、4年2本が2017年に廃車となっているが、2017年から2019年にかけて、ホーム柵設置をクソ難しくするSR を淘汰することにしたため、結果として3年ほど無駄に長生きしてしまった。44年も未更新のまま残った3550系が、オイルショックの影響で長生きしたことと似ている。ついでに、先ほどの6種類の淘汰予想時期を記すので参考にどうぞ。今回はこれでおしまいです。ご視聴ありがとうございました。